このユリスと一緒に行って食べたんですけどこいつめっちゃ喜びましたこれめっちゃうまい <laughs> 最後残ってる米を中か食べてるあの子なんか家からその出る時に言いました「うちの家にいつでも来てもいいよ」ってスキンヘッドにするとバロがうまくなるあれほんとだったらソムちゃんひきになり,なりそうだなたまにさキャットタウンの中にこうやってなんかぴったり入ってますあそうだ これ隣に住んでる方々いらっしゃるんだったらあの日本橋と吉祥寺にあるガネコという天丼のお店行ってみてくださいこれアナゴなんですけどここマジでうまいっすめっちゃめちゃ長いでしょ多分日本橋が本店で吉祥寺がセカンドでしたっけここですねえー、1300円でしたっけマジでいいんじゃないですかあで1700円ぐらいだった気がするな俺が食べたやつはこれ松だったから このユリスと一緒に行って食べたんですけどこいつめっちゃ喜びました食ってケイチさんこれめっちゃうまい <laughs> なんかこれ言いながらめっちゃ食べましたねこいつ面白いなんかあれあったけどなちょっとえっと <laughs> これはツイッターしなかったやつ <laughs> 最後残ってる米を中か食べてる はい全部食べましたーって <laughs> かわいいやつまあでもユリス帰る前にちょっとまたた回2回ぐらい会いたい会なさすがにこれでもう会えなくて帰るのはもったいないからであの子なんか家からその出る時に言いました来る時なんか連絡だけ LINE だけして一線を来いって言ってたからなんかあの海外からその日本になんか来た時にそのどうしても家から出ちゃったみたいな気持ちってあるんじゃないですか 俺も韓国の日本のホテルとかさどこかで泊まってる時になんかみんなめっちゃあったかくて安心できますけどなんか心がなんか一つのところがなんか寂しくなるんですねでしたからなんかうちの家にいつも来てもいいよって一応言っときました俺はなんか日本に来た時にそれちょっと言われたかったのかなって自分で考えてみたらなんかそんな気がしましたので許す一応4月までいるって聞,聞きました、うん、まだ余裕あります あなんか調べてみたらそんな遠くないですよね。地下鉄乗せば、まあ、乗ればすぐ会える会える距離だから。気づいたらもうキャナダ帰っちゃってまたなんか配信したりしたりするかもしれないから今会える時にちゃんと会いたいなあ。私日本の地下鉄はまあどこでも乗れます一応。あのアプリとかで調べていけるから駅名だけ分かればどこでも行けます一応。いやアプリが便利ですね。 ああ、新宿は私もちょっとやばかったっすね。あそこの地下はちょっとやばい。どこはどこなんだろうみたいになるんで。でも俺、新宿まだどこ行けばいいのか分かんないからな。あと一回なんか歌舞伎町も行ったことあったけど、その、打足さんとキョちゃんと一緒になんかしゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶ食べた場所があそこだったんで、そこもなんか美味しいお店めっちゃあったんですね。見たら。あれ、庭って言うんでしたっけね兄貴詳しそうだったな。んか その薬局もなんか連れて行ってくれてキャベジン買ったんですねあそこでキャベジンえ首ですかなんで許してください <laughs> うちの視聴者の男性の方に聞きたいですあのー、ここここってちゃんとあの皆さん髭剃りやってます俺最近なんか三十代になってから顎の方の髭をなんかこの髭剃りして最近ここちょっとやってるんですね スキンヘッドにしたら、もう、お土産気にしなくても大丈夫かな <laughs>。俺はやっても別にいいんですけど、ソムちゃんはかわいそうだからやめときます。スキンヘッドにすると、バロが上手くなる。ははっマジで <laughs> あれほんとだったら、ソムちゃん引きになり,なりそうだな。最近、バロアンとモチベー高いからな。今、日本のサーバー、バロアンとダイヤ2でしたっけ ?3 でしたっけアーセナント行こうとしてますね。みた見てみたら。まあの、ソムちゃん、あの、日本の友達なんかできたらしい 友達の中年齢がその17歳、20歳。でも若いらしいですね、今。17歳という暴力。FS の中ではマジで最高,最高かもしれないですよ。最近、ソムちゃんのツイッターかわいいんだよな。上のヘッドラインかわいくないですかうちの猫2匹。いや、でもマジでかわいいんですよ、この子たち。これ、チビ。ちょっとずつ大きくなってますね。今4ヶ月目なんですけど。こうやって寝てるんですね。 人気でめちゃめちゃ可愛いあと、めちゃ仲いいんですよ、この子たち。なんか、配信終わって2階に上がったら、なんか、こうやってなんか休んでるんですね。左側のブームちゃん。右の子が、あの、シュウちゃんですね。もっと若い子。あと、これ、ソンちゃんとあの、ゼータのファンミーティングに行ってきたとき。これ、ソンちゃんのあの、帽子ですかこれ、ゼータのグッズですね。可愛い。 くーかわいい小猫俺座っていったらなんか,なんか静かになんかとことこ来て座るんですよねめっちゃあかいんですよあーそうだあの皆さん猫を育てたらあの布団の中にさこうやってなんかこっそり入ってたりするから配信から出てき出てなんか2階に上がってみたらそのどこにどこに入ってるのかわかんないからちょっと怖いんですねあとこれ2階にあるキャットタワーなんですけど たまにさキャットタワーの中にこうやってなんかぴったり入ってて見つからなかったりするんですねこの,この子どこにいたんだろうって探してみたら一番最後にここ確認したらここになんかぴったり入ってますお花見ユリスと行こうとしてて行ってみてたんですけどあの時はなんかちょっと早かったんでであの子からなんか連絡が来てて「お花見行こうか?」って来て。 私はあの、ちょっと予定があったんで、昼は。それで、ついていけなかったです。いや、孫ちゃんとなんか見に行こうかな。孫ちゃん花粉があるから、なんか、<laughs> 見に行くの好きなのか分かんないな。昔なんか一緒に恋愛してる時なんか公園とか行ってたりするの好きだったけど、孫ちゃん。あとこれ、二日前食べたまぜそば。めちゃめちゃでかい豚肉見えますやばいでしょ。台湾まぜそば、混、まま、ぜそばなんですけど、 めちゃくちゃうまかったです肉がマジでデカすぎるあとあと俺なんか最近スーパー行ったらさなんかこれにやられてしまうんですよすってなんかバスケットに入れちゃうこれですかいやこれ意外と安いんですよ俺半額タイムで買ってるからこれ380円で買いましたね普段はなんかこうやって寿司,寿司買って食べますいやスーパーの寿司美味しいんだよな うちのオーナーなんか西原さんがたまになんかおまかせのお店なんか連れて行ってくれくださったりしてるけどまあスーパーの寿司もめっちゃ美味しいですね韓国のお寿司どうなのええー、私はですね韓国に行った時のお寿司はその食事とコチさんを混ぜたその甘酸っぱ辛いソースがあっててそれがないと寿司食べれなかったです必ずそれがなければ食べないみたいな 日本に来たらそのチョコチュタがないんじゃないですか日本はまあ下駒行ったらありますけど日本のなんか寿司のお店行って食べ,た食べてたんですけどなんかチョコチュタがないからどうしようって思ってて寿司めちゃめちゃ有名だからちょっと食べてみようかってそれであの頼んで食べてみたらなんかめちゃくちゃ美味しかったですあの日本のスタバはめっちゃ美味しいっすね俺ちょっとカフェモカ頼んで飲みましたけどこれ大好きでしたなんかめっちゃ美味しかったです氷のクオリティが高いっすよ日本のその飲み物は大体韓国とちょっと違ってて 普通にバーで頼んでるなんかその飲み物を全部氷がすごいですよねあとこれ銭湯から出て飲んだあのフルーツ牛乳なんですけどこれめっちゃおいしかったです最近なんかセント行ったらずっとこれ飲んでるんだよなだからセントは大体あの知り合いの方々と行ってるんですね日本の方々と一緒に行ってるでオールから出てエキストラコールドっていう浅井のこのビル飲みましたなんかこれめちゃくちゃおいしかったです超冷たい あと俺今日これ食べました。昨日ソンちゃんが侍マック食べて、俺今日侍マック食べました。日本は WBC 優勝したんじゃないですか野球。侍ジャパン、侍ジャパンってめっちゃ聞いてたから、から侍と関係ある何かを食べたくなってて、侍マック,ク食べましたね。くー、これ来た。めちゃめちゃ美味しいトンカツ。まあ日本はなんでこんなに美味しいものがたくさんあるんでしょうかね。